一日中スマホをいじってる皆さん、どうもこんばんは、ディナです。イェーイ。もうか、ちょっと待って。その挨拶で可愛いって言うやついないだろ。あのですね、まあこうやって僕、ティラ、夢の中の姿がアップデートしたわけじゃないですか。もう一週間前ですよ。アップデートしたって。YouTube で動画も出したし、Twitter で言ったんですよ。ただですね、思うんですけど、僕がこのアップデートしたことを気づいてる人本当にいるのかなと思ったんですよ。はい。なんかさ、フォロワーさんとかもなんかあんまりなんか反応しないし、なんかやれいつの間にそうなったのみたいななんかさ雰囲気出るよね。だから今回僕がやることはですね、まあこれでね、アップデートしたわけなんでね、ティラのアップデートにみんな気づいてね、祝ってね、祝いの言葉をかけてくれるのだろうか。イエーイ。なんとも迷惑な企画ですね。僕のフォロワーさんとかに実際にあのメッセージ送って、ティラなんか変わったことないって聞いてみることにします。そしてあのティラ新衣装になったねとかアップデートしたねって言ったら、その人は気づいてくれてる、僕の変化に気づいてくれてるということになりますね。はい。ね、なんかよくわかんないこと言った場合はね、多分気づいてない、僕の更新なんてもう目ね、あのもう目もくれないね、僕のことなんてどうでもいいんですよ。あのね、違うと思う。そもそも配信者さんは他の配信者さんのね、あのことをね、あのみんな変えない、忙しい関係上できないって、自分の配信もして他の人のさ配信のさ変化なんてみんな無理だって。まあ、というわけでね、あの僕のねフォロワーさんとかに実際に LINE とかで DM ね、 Discord で DM を送って、あのティラの反応を見てみたいと思います。イエーイ、楽しみなのだ。じゃあまず誰にしよっかな。ガルムさんにしよっかな。ガルムさんに送ってみるのだ。ああ、プニプニマスコットか。そうきたか、そうきちゃったか。プニプニマスコット、2000人いったらぬいぐるみとか作りたいねって話してたんだけどさ、その話を覚えてくれてたんだな、ガルムさん。あ、そっちかー。もうちょっと掘り下げたいな。以前より大きくなった態度はね。惜しいなー。なんか態度は確かにまあ合ってんだけどなー。答え送っとくか。違うんだよなー、ガルムさんも違うんだよな。じゃあ次、基準点さんに送ってみようかな。僕のねファミリーつながりでもう一人八田基準点さんっていうのがいらっしゃるんでね、この人もね、あのもともと結構長いねことなんで、介護の時、僕が介護の仕事をしてる時からね、あの僕のことをさね、さりげなく見守ってくれてるってことは、僕の変化に気づかないわけがないんですよ。はい、送ってみます。あー、そうだね、8月コラボしなかったね。マジモンの感想起きたわ。ありがとう。そうなっちゃったか、そうなっちゃったか。あー、いい人なんだよな、もう。すごいいい人でびっくりするんだよな。決めた。次はね、ちょっと有名のところになるんですけど、タッピーさんいらっしゃるじゃないですか。ゆっくりタッピーさん。ね、ドラゴンクエストモンスターズサクサク実況解説者のね、ゆっくりタッピーさんに送ってみます。ゆっくりタッピーさんはね、僕のドラゴンクエスト9をね、支持してくれてるから、もしかしたら見てくれてる。うん。よし、送ってみよう。警戒心強。警戒心強すぎだろ、この人。自分なんか悪いことしてしまいましたからね。何警戒心そんな強いんだよ。僕がなんか声かけたら毎回なんかしたみたいな、ちょっと。何何、やっぱ実況者っちゅうのはさ、やっぱさ、こういうことに敏感になるのかな。意外とティラの変化って気づかない。小さすぎんのか。決めた。あのね、やっぱ、タッピーさんとはね、まあ確かにドラゴンクエストでね、いい付き合いしてらっしゃるんですけど、いい付き合い過去オスなんですけど、
こういう人たちとに送ってもさすがに来ないですよ。一人います。何回もコラボ生放送をして、なお今でもね、時々ツイッターで絡んでるね、やつがいるんですよ。うん、ゆめりんおめえだ。ひままなゆめりんおめえだよ。この人はね、気づいてくれる。うん、まあ昔からね、僕のティラのことはね、一緒にね、実況者仲間としてやってるからね、この人はね、僕の変化にね、気づいてくれてる。うん、よし。皆さん、4日後返信来ました。しかも疑問符。しかも疑問符。全然来ねえじゃねえか。この人さ、僕は逆になんかさ、よく相談されて、いきなり DM 飛んできた、いきなり通話かけるような人なのにさ、俺が言ったら何も来れんだけど、白状者が。そうだ、こういう時っていうのはね、いつも遊んでる友人にやってみるのも一番いいんじゃないかな。やっぱいつも遊んでる友人でさ、まあ、僕が生放送してるのを知ってるっていう友人がいるんですよ。そいつに声かけようかな。うん、暗いかおめえだ。うん、そうだね、合ってないね。本当に合ってないんだよ。こいつさ、こいつはね、もう忙しい社会人なんですよ。皆さん、ちょっと暗いかさんのことをちょっと話すんですけど、この人はね、もう部屋がものすごいことになってるぐらい、もう僕と同じ、僕よりちょっと上かな、みたいな。僕よりちょっと上かな、ぐらいね、ちょっと忙しくて部屋も散らかってる人間なんですよ。まあ、そんな余裕ないし、僕の配信わざわざ見ようってなんだよな。決めた。あのね、ラスト。ラストが綺麗に決まればいいんですよ。僕の配信を見てくれて、ね、今までの条件ってちょっとね、ダメだったんですよ。条件はね、やっぱ僕の配信を見てくれていて、変化に気づくってことは。で、僕と Twitter とか LINE でやり取りをしていて、僕と通話したことがあって、今でも僕に絡んでる、その最高の4拍子が叶った人がいるじゃないですか。ゆきの、おめえだ。頼むぞ、ゆきの。ラスト、お前だけが頼りだぞ、ゆきの。返信早いけど違うと思う。ユキノンって俺のこと、ねちょっと待って。ユキノンって俺のことなんだと思ってんの。ユキノンって僕のことをさ、なんか、おっさんだと思って、おっさんキャラだよね、もう完全に。生地、その、昔からね、こう、ツイッターとかで会話してるから。どんどんおじさんキャラになっていく。知らなかったよ。